挨拶ロストインパラダイス、どうも黒です。というわけで本日も始まりました、面白い作品をより面白くするための考察チャンネルのお時間でございます。僕のチャンネルは呪術廻戦が好きな方が多く見ていただいていると思うんですが、この呪術廻戦界隈にある動画が上がったのはご存知でしょうか。その動画とはタイトルにもあるように、オリエンタルラジオ中田敦彦さんの YouTube 大学呪術廻戦の解説動画が全後編合わせて3時間の動画が土曜日日曜日に上がっていたんです。今日は中田敦彦さんの呪術廻戦考察に呪術廻戦考察者として補足させていただきます。ちょっとした間違いだったり足りない部分があったんですよね。大前提として、あの難しい呪術廻戦の設定を初心者の方に向けてめちゃくちゃわかりやすく、そして面白く魅力を伝えてくれました。それは本当に呪術廻戦ファンにとって嬉しい限りです。なので強く言っておきますと、この動画は中田敦彦さんの解説を批判とかね、指摘したいわけではなく、より中田さんの動画を楽しむための動画となっておりますので、ご容赦ください。はい、ということで中田さんの動画ですね、 Twitter の方のスペースっていう機能でフォロワーさんと一緒に同時視聴しながら、僕の副音声的な感覚で一緒にね、この3時間っていう時間見たんですが、もうめちゃくちゃに面白かった。フォロワーさんに過呼吸で死ぬんじゃないかと思われたぐらいつぼっちゃってですね、本当に伝え方がとても勉強になりました。ただそんな中でもですね、中田さんが言っていたこと、ところどころちょっとした違う部分だったり、誤解を生みやすいような部分があったりもしたので、そんな部分を僕が補足させていただきます。ゼロ感をスピンオフっていう風に表現されていたんですけども、呪術廻戦とかをそんな知らない方にとっては確かにスピンオフ的な感覚なんですけれども、イメージで言うとですね、この呪術廻戦今1から15巻、そして最新の16巻が公開されて今とんでもないことになって、昨日こちら動画にもしたんですけれども、今ちょっとすごい状況にはなってるんですが、1巻から16巻が今度出ます。それでですね、ゼロ感っていうのは主人公の虎杖伏黒の野原たちが今1年生なんですけども、呪術高専の先輩に2年生メンバーっていうのがいるんですけども、もうその2年生メンバーが1年生だった頃のお話、まあ、約1年前の話みたいなイメージですね。このゼロ感って言いますと、この呪術廻戦を連載する前のジャンプギガっていうものがありまして、そこで全4回ですね、その4話分が収録されたのがゼロ感になります。なので、まあスピンオフっていうよりかは、呪術廻戦よりも前に原作者の芥見先生が書いた物語、そして本誌週刊少年ジャンプですね、そこで連載するにあたって、そこのお話からの派生させた方が物語としてね、連載しやすいっていう部分と、あとこっちでやった時に前日譚としてアプローチもできるよっていうお話から描いている、それが今の呪術廻戦なので、今の呪術廻戦のベースなるね、土台となるような物語がゼロ感なわけです。そこのゼロ感のお話っていうのも知った上で呪術廻戦を読むと、さらに物語が深くなる、いろんな思いがそのゼロ感には組み込まれているんですね。で、そのゼロ感が今度映画化すると、冬に、というわけで盛り上がってるわけでございます。なので、まあスピンオフ的な感覚で知っていただいてもいいんですけど、実はそういうようなねエピソードがあるよっていうのをここ知っていただければと思います。まずは主人公の虎杖悠仁くん、砲丸投げよ、じいちゃんに言われよ、こんな例え方するんだと。僕もですね、中田敦彦さんと同じように口だけで喋ったりすることが多いので、虎杖くんのことをね、こんな伝え方したことはないと。砲丸投げよじゃなくて砲丸投げよですからね。こちらがですね、スクナの指なんですけども、これをね、虎杖悠仁はもう丸飲みごくりと食べるわけなんですけども、これが特級呪物っていうね、猛毒の危険な指、これが学校の百葉箱に保管されていたわけです。これをね、取り込むことによってよりパワーを得たいとね思って、呪霊が寄ってきてるってことを知って、さらに飲み込んだ理由としては、呪いは呪いでしか払えないっていうのをその前に伏黒から聞いていたんですね。虎杖くんは呪力がないので、その呪いを払いたくても払う術がないみたいなイメージですね。だからこそじいちゃんの言葉も思い出し、呪いは呪いでしか払えないっていう事実を知った上で、俺に呪力があればいいんだろうっていうことで食べて、うまくね適応して受肉してしまったわけです。そんなスクナの指、これをですよ、これをカロリーメイトのチーズ味みたいな例えてて、天才かと思いましたね。これカロリーメイトに例えるなんてもう全然思わなかったので、さすがだなと本当に思いました。そしてこの指におびき寄せられた2級呪霊、あのバカでかい呪霊みたいなこと言っていたんですけども、これをね、タドリ君が受肉して自分の中にスクナがね現れて一掃して払った時があったんですけども、そこの表現がね、寄せ豆腐と、寄せ豆腐っていうのがねこんな感じなんですけれども、呪霊がスクナさんによってバーンと払われたこと、その表現をですね、この寄せ豆腐というように例えられ
られていました。そしてここ両面スクナ、これをですね中田さんは呪霊っていう風に例えることもありました。これですね、ここがめちゃくちゃ呪術回戦の中で難しい部分の一つではあるんですけども、これ僕も実際に初期の方の動画では両面スクナを呪霊っていう風に言ってしまったこともあるんですが、ここに対してはいろんな意見が実際あるんですね。なぜかっていうと、公式の前アニメ化される前に中村ゆうちさんが五条悟役でこう呪術構成を説明するっていう動画今も上がってると思うんですけども、それを見るとですね両面スクナっていう呪霊っていう風に言われてるんですよ。だからそこのまま僕も最初はその情報を見て両面スクナっていう呪霊っていう風に伝えたんですけども、1000年前実在した人間、それが顔が2つ手が4つあった、そういうのに例えられて両面スクナっていう風に言われていたわけです。死後ね死老になったね、その呪物さえ破壊することができなくて、それが現代まで行ってたわけです。寄せ豆腐にされた呪霊も一般人には見えないけれども、スクナがバーン寄せ豆腐にしたら消えました。これは呪霊だから払われたわけで、ここは本当難しい問題というか、呪霊って言ってしまうと呪霊じゃないよっていう意見が絶対来るし、ここがね非常に難しいポイントだと思います。そういったニュアンスなんだよっていうので知っていただければと思います。そして呪術高等専門学校、ここはですね全国に2校ある学校なんですけれども、これ呪術高等専門学校があるみたいなことを言ってくれていたんですが、これですね表向きには宗教系の学校っていう風に言われてます。だから呪術師の学校があるんだよっていうのを表沙汰にしてないというか、表向きには宗教系の学校なんだけど、実はそこは呪術を学ぶための学校なんだよっていう、そういうニュアンスで呪術高専はありますね。そしてその後、釘崎が初めて虎杖と伏黒を見た時、伏黒恵って言ったことに対して、原作だとね重油まみれのカモメに火をつけそうっていう例えをしてたんですけども、中田さんは重油まみれの鳥に対してボウガン打ちそうっていう例えしてまして棒が出たーと思って、これ原作してる方腹抱えて笑ったと思うんですけども、棒感は出てきません。そして呪霊のことをちょこちょこ呪霊と言っていました。呪霊もね間違ってないと思うんですけど、まあ、一応テンション上がってね呪霊のことを呪霊と言ってました。細かいんですけどね、多めにはもちろんみんな見てくれてると思うんですけども、ただ細かく言うとそういうことがあるよっていう感じですね。そして少年院での特級呪霊出ましたよね。スクナの指を一本取り込んであいつはいたわけです。そいつの例えはまあ秀逸、タコの吸盤が4本張り付いたペプシマンと、ペプシマン知ってる？こちらよくねコカ・コーラ派かペプシ派かっていうのもあったりして、そこのペプシの方のねキャラクターみたいなもんですね。ちょっとね中田さんのその世代を感じるような若干の例えでしたね。そしてスクナの領域展開、福間水氏、これですね福間水氏って言った時に建物の名前っていう風に言ってたんですけど、これはね領域展開の名前であり建物の名前かは定かではありません。ちょっと細かくなっちゃいしまうんですが言わせてください。そしてドーム城っていう風に言ってたんですが、確かに領域展開自体はドーム城です。見た方わかりやすいと思うんですけども、真人がね領域展開した時に斜めに閉じ込めた時に黒いドーム型になってましたね、丸い。そして五条先生が領域展開した時にも湖の上でドーム型になってましたね。だからドーム状っていうのは間違っていないんですが、スクナがですねやる領域展開っていうのはドーム状に包み込まないっていう縛りによって逆にこの範囲がすごいみたいな、そういった領域展開なんですよね。オープンフィールドみたいなそんな状態なわけです。そして伏黒の姉積木っていう存在がいて、その積木は呪われてしまって寝たきり状態になってるんですが、それを中田さんは実の姉っていう風に言ってたんですが、これは実の姉じゃなくて義理の姉になります。連れ子同士の義兄弟ですね。そして下等一派が動き出すと、ジョーゴさんが出てきた時に仙台のねその学校の事件はスクナに一本使った、あれはジョーゴたち下等一派が仕組んだことだったんで、あの仙台の出来事は事件はみたいなこと言ってたんですけども、それは仙台の件とは別件です。ここで言っていたスクナの指一本使ってまでするべきことだったのかみたいなのは少年院での話です。少年院での特級呪霊が出ましたよね。そのタコの吸盤が4本張り付いたペプシマン、これが出てきた時のこのペプシマンっていうのはスクナの指一本取り込んでいたわけです。その取り込んでいた指一本は、これは下等一派が仕組んだ一本だから、仙台であったねその百葉箱の指一本の方は別件なのかね、下等一派が仕組んだのかわかりませんが、ここで言われているスクナの指一本っていうのは少年院での方の一本になります。そしてこの現れた下等一派のゲートを表現、サマータイムオイル、タイムとは、ここはファンの間でもねサマーオイルっていう風に例えられているんですよ。ゲートは確かに、ただですよ時間はどこにあるのかとね思った部分になります。そしてそのゲトウ一派ジョーゴと話していたところはファミレスゴストっていうねファミレスなんですけども、化け物2人連れてそのファミレスに1名ですっていう風に入ったっていう風に言ってたんですけども、これはですね3体いるよこれ、はい、ジョーゴさん、花見、そしてダゴンっていうね海の特級呪霊が本来いるんですけどもね、中田さん的にはダゴンは存在しないダゴンということで、全
く出てこなかったね。途中で森の呪いとか山の対する呪いとか言っていて、海に対する呪いまで言ってたんですけども、ダゴンの存在は一切出なかった。そしてもう一体の森から生まれた特級呪霊、花見っていう名前なんですけども、メーキーっていう風に言ってましたね。おそらくね、花見の性別は不詳だと思うんですけども、男っていう方もう断定してました。声優さんに関しては女性がやってるので、もう本当に性別とかいう概念じゃないとは思うんですけどね。そして五条と城後が紛らわしい。確かに今までね、散々五条悟だとか城後だとか言ってきましたけども、紛らわしさについて一回も触れてこなかったと。だからそういうね、なんだろうな、僕らだと当たり前すぎて忘れてしまったことだのような感覚で、新鮮な気持ちを思い出させてくれました。そんな五条先生、無限コーティング男と、こんな例え方あるんだと本当に勉強になりましたね。そしてここで領域展開の説明、もう本当にこれはすごく分かりやすかった。さんま御殿みたいな、さんまさんが MC のような状態みたいな、ダウンタウンさんだったらダウンタウンデラックスっていう領域を展開する。でこの領域の上書きについても、より洗練された領域がその場を制すっていうところの例えも、しゃべくりセブンとイッテQが特番同士ブッキングしました。クリームシチューさんのしゃべくりセブンっていう領域、内村さんのイッテQっていう領域が同時に展開された場合、やっぱりクリームシチューはね、内村さんの方が上ですから、ちょっとどうぞどうぞ的な感じになるということで、その場合はイッテQが勝利するみたいな、そこの例え方がすごいね、テレビ業界ならでは、芸能人ならではの例え方がすごく面白かったです。そして領域展開無料勲章、インフィニティフリースペース、ダセーと、ダセーと、中田さんも満喫っていう風に言ってましたけど、めちゃくちゃね面白かったね。そしてね、面白かったのがね、ここですね。真人のアジト。真人のアジトはあのなんか水路の中にありましたよね。水路の奥みたいなところに、あそこの言い方が、中田さんね、真人のアジトのこと人里離れたって言ってて、そんな離れてないよ、そんな森の奥の奥じゃないよと、街中だよ一応あそこはっていうことを思って、もうめちゃくちゃ笑いました。そして真人 VS ナナミンの頭角呪法ガラガラで拡張術式でドーンやって、一旦そこがね、場が収束したと思うんですけど、そこ頭角呪法ガラガラとは言わないけれども、効果音でガラガラを伝えるという高等テクニックを使ってました。そしてアルティメットメカ丸の説明の時に、このメカ丸ルックス的にはこんな感じですけど、メカ丸で泣ける日が来るんですってこと言っていたけれども、ミワちゃんの説明一切なし、それに付随して西宮の説明も一切なし、存在しないダゴン、存在しないミワ、存在しない西宮ということで、そして京都校の学長、学源氏義信、です。ちょこちょこここはね、学源氏っていうこと言ってて、非常に聞いてる方としては面白かったんですけども、ちゃんとね言わせていただくと、学源氏義信学長ですね。そしてその交流会のどさくさに紛れて、真人がですね、呪具を奪ったみたいな、呪具っていう風に言っていたんですけども、これは呪物です。呪具はね、その呪いがこもった武器っていう、あの全員巻きとかが使っている武器なんですけども、ここで取ったのは両面スクナの指と呪体クソーズっていう特級に分類される呪物を盗みました。なので呪具ではなかったですね。まあもちろん僕も今お伝えさせていただいて、細かいを気にするなっていうことは僕も思ってます。もちろんね、テンション上がってちょっとね間違って伝えることも僕もありますし、否定とかではないんですけども、正しい情報を補足として皆さんね聞いていただければと思いまして、今回このような動画を撮らせていただきました。そして中田敦彦さんに対するリスペクトの意味も込めて今回お伝えさせていただきました。ということで本日の動画はいかがだったでしょうか。僕のチャンネルでは面白い作品をより面白く狭く深く追求するチャンネルとなっております。第1章約束のネバーランド、第2章呪術回戦の動画、過去めちゃくちゃ上げておりますので、固定コメントに関連動画載せておきます。というわけで、考察が好きな皆様は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。考察最高では。